どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ今回はいい感じのハワイアンソングいきます。こちらです。ドン、月の夜は、英語で言うとソフィスティケイティッドフラ、ちょっと言いづらい、ソフィスティケイティッドフラです。これはハワイアンソングの定番曲で、もウクレレにぴったりな、もうね、可愛らしいフラダンスの曲なんですよ。このね曲ほんといいですよ。まあ、時間かけてゆっくりやっていきましょう。これもちろんガズレレ YouTube チャンネルで過去に一回取り上げてます。2017年になりますね。もうね、4年とか5年ぐらい前ですね。今見るとちょっとわかりづらいんで、今回2021年バージョンで、もっとわかりやすく、かっこよく、さらに簡単になって再登場です。やったー。2バージョンでいつものようにやっていきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしてるんで、ぜひぜひ挑戦してください。あ、そしてちなみにこの曲はですね、日本語バージョンと英語バージョンがあるんですよ。なのでそれぞれ1番は日本語、2番は英語バージョンでやっていこうと思います。そして後半のかっこいいバージョンも同じように1番は日本語、2番は英語でやっていて、今度はね、あと弾き方とかこうリズム感、あとおしゃれなコードも加わったかっこいいバージョンやります。2バージョン。最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、ね、私って音楽今までやりたかったんだけど、なかなかチャンスなくてという方とか、楽器に何回かチャレンジしたんだけど、全然難しくてダメだったという方が、あっという間にこのちっちゃいウクレレ弾いて歌う弾き語りができるプログラムがあるんです。このプログラムめちゃくちゃ簡単なんで、今全世界中の方がもうガズレレプログラムで何十万人とウクレレ始めてくださってます。皆さんもすぐできるから始めていきましょう。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼っ付けておきます。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ているだけで、これあっという間に弾けるようになるんですよ。本当に。ぜひ皆さんこれからどんどん音楽始めていきましょう。ここにリンクありますよ。ここからです。いってらっしゃい。クイック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このウクレレで、ちっちゃいウクレレ1本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画と課題曲、もうすでに1700曲ぐらいもうアップロードされております。皆さんの好きな曲もたくさんあると思いますよ。はい。そして今日みたいなハワイアンソングもめちゃくちゃいっぱい取り上げてます。ちょっとここにハワイアンソングの特集してるページ貼っとくんで、ぜひ他の曲も見ていってください。それではやってまいりましょう。月の夜はソフィスティケイティッドフラ、ガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみます。
セイの月の夜はガズレレレシンプル簡単バージョンやってました。なんとも言えないこのほっこりした曲、なんかいいですよね。じゃあ月っていうとなんか秋のイメージがありますけどね、ハワイの月も明るくてね、気持ちが良さそうですね。行きたいなということをこの願いも込めて一緒に奏でていくのがいいと思います。今さっきも言ったんですけど、1番は日本語バージョン、2番は英語バージョンというふうにねやってみました。お互いあの両方練習してる方でね、取り組みたい方でやっていただければいいと思うんですけど、英語の方もねちょっと比較的、簡単かなと思うんですけど、あの B メロのあのThe native food are made in Zayla って言うと、ここ早いんですよね、言葉。この言葉のリズム。英語はちょっと難しいです。日本語の曲のバージョン、日本語バージョンは結構ね、気持ちよく簡単に歌えると思う。こっちからまずやってみるのがいいかなというふうに思います。ひとまずはですね、皆さん、今のシンプル簡単バージョンのガズレレ動画に合わせて、何回も練習してください。歌詞とコード出てますからね。ほいで、1個目のファーストステップとしては、簡単バージョンの YouTube と一緒にできたら、1個目のゴール達成です。おめでとうございます。それだけでも楽しいと思うんですけど、どんどん次のステップ行きましょう。次のステップっていうのは一体何かというと、今度は YouTube を見ずに、皆さん押しとるだけで歌を歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいです。でも最初から歌詞とね、コード全部覚えるというわけにはなかなかいかないでしょうから。最初は楽譜的なものを見て、その楽譜と対話しながら自分の中にこう染み込ませていって、いずれは覚えちゃってね、暗記しちゃって。今度次ハワイ行った時に、本当ハワイの夜ね、こう月を見ながらハワイで弾くとかも最高ですよ。そんな計画を立ててこう練習するために楽譜練習がいいと思うんです。でも楽譜ってどこにあるんでしょうってことになると思うんですけど、安心してください。今ねガズはですね、自分で書いたこのノート楽譜を見て今歌っていきました。もうちょっとしたらこんな感じでみんなにもね写して、みんなもこんな風に書いたらいいんじゃないってシェアしようと思うんですけど、今めっちゃいいサービス始まってます。これです、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の月の夜を含むガズが今まで書きまくってきた手書き楽譜のノート楽譜のデータがですね、毎月5曲皆さん好きな曲をお選びいただいて、お手元にダウンロードしていただいて、これ全部 YouTube と連動してますからね、すぐに練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。でこのガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて他にも山ほどいろいろあります。最新情報としてはガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリがあるんですよ、会員メンバーの。すごいですよね。あとはですね、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがもう世界中からの参加でテーマ曲が毎回決まってて、めちゃくちゃ盛り上がります。もう汗だくだくで、もうわーってね、オンラインでこんなに楽しいんだって感じです。次回の日程はこちらになっております。これ皆さんガズクラブのメンバーになってこのイベント参加してください。毎月2回です。あとね、ちょっとガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てる、ここにメンバーになるというボタンがね、パソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね、毎週2回ライブ配信をしながら、ウクレレのリズム練習、基本リズム練習も、なんか千本ノックみたいなやつですね、とか面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから、このガズレレ大学は結構ね、こう、真面目ですよ、真面目。トレーニングです。はい。だから、ガズクラブとガズレレ大学、ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたり、もうわちゃわちゃやる、なんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学は、ちょっとアカデミックに、お勉強の場所になってますね。キャンパスライフみたいなね。まあこれ面白い。2つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと概要欄にこの2つの詳しいこと書いてありますんで、ご覧になってください。それとあともう一個最新情報なんですけど、ガズラジといって、ガズが朝7時半から毎朝ラジオ放送配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してば、どなたでも無料でいつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のこともあの概要欄に書いておきますんで、チェックしておいてください。はい、それではですね、楽譜を見てまいりましょう。2021年改訂版の月の夜はソフィスティケイディって、ほらちょっと言いづらいね、ソフィスティケイディって、はい、ハワイアンソングでございます。はい、じゃあ見ていきましょう。これイントロなんですけど、これねちょっとこの F7 っていうのね、これはちょっとシンプル簡単バージョンで出てくるちょっと厄介なコードなんですけど、ここ本当は F マイナーってコード弾きたいんですけど、ちょっと F マイナー初心者の方に難しいんで、ひとまずこのコードに置き換えたよというコード、これ後で解説していきますんで、ちょっとじっくり見といてください。ひとまずはメモってくださいね。でここに下にこう矢印書いてあるでしょ、こういうのはこの下に書いてあると、これかっこいいバージョンで出てくる合図で、かっこいいバージョンではここは F マイナー、かっこいいバージョンではここにこう矢印決め、シンコペーション決めが入るよということでございます。ここのね F マイナーと F7、 これがこういう関係になってます。かっこいいバージョンでは F マイナー、今のシンプル簡単バージョンではガズレレ的な、E7 ってやったということになってます。はい、じゃあ、こんな感じで言うと、赤いのは日本語ですね。赤い字で書いてあるのは日本語。黒い字で書いてあるのは英語バージョンです。ちょっとね、英語バージョンもちょっと細かくなっちゃうんですけど、まずはこの1番、2番、こうやって画面に置く、映しとくんで、今ね、一時停止で、
書いていってください。ノートに書き出してください。あと演奏中のねテロップを書いていただくのもいいし、さっき紹介させていただいた画図クラブでこのノートのデータそのものをダウンロードしていただくのすごく便利だと思いますよ。はい、参考にしてみてください。かな。でここですね、ここがやっぱりいっぱい言葉が詰まってるんで、ここちょっと難しい B メロね。でここもコードがちょっと変わったりしてますからね。 B7 が登場します。かっこいいところ、かっこいいバージョンだよね。ここもね G が出てきたりとかするんですよ、 G のコード。はい、この B メロがちょっとねキーポイントになるかな今日は。はい、かっこいいバージョンね、ここもコードが変わってきます。はい、じっくり見ておいてください。はい、そしてまたこれ、まあ、3番と言いますかね。はい、でここちょっと見てもらいたいんですけど、普通はここを繰り返していって、ここね、もう一回ここまでいったらこの英語バージョンでやるじゃないですか。今のパターンでいくと、ここからここまでまず日本語でやって、ここまで来たら今度英語バージョンでもう一回やって、で最後の一回だけ繰り返すんですよね。もう一回日本語バージョンでさあさあ踊ろうに戻ろうと思うんですけど、かっこいいバージョンではここの最後の最後でちょっとかっこいいフレーズを入れます。これ後で解説していきます。ひとまずこんな感じでメモっといてください。ちょっと言葉がねいっぱい詰まってるね。はい、じゃあ出てくるコード解説です。ちょっとこの赤く囲ってるやつはかっこいいバージョンで出てくるんで、ひとまずこれ隠します。で今日キーポイントはこの F7 ね、これで後で解説するわ。ちょっとこれ以外見ていきましょう。 C と C7 と F D7 と Em7 と G7、 今言ったこの僕が隠してるやつ以外は入門コードです。 1,2,3,4,5,6 個のコードは入門コード。これは先にちょっとシェアしような、ガズレレ必須コードというコードで、これガズレレ必須コードって一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めたいなと思った方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コード。10個も覚えなきゃいけないのかと思うかもしれないけど、入門コードなんで1個ずつ見たらそれぞれめちゃくちゃ簡単なんだけど、10個いっぺんに覚えようと思うと結構頭ごちゃごちゃになるんで、私がめちゃくちゃわかりやすく解説してる動画ここに貼っておきます。ここでひとまず10個のコードマスターしてください。今日はどんどん解説していきますよ。今日はだからさっきも言ったようにかっこいいバージョンでどうしても、表現しきれなかったコードをこの F7 ガズレレ式 F7 で解説しています。F というコード、入門コード、こことこね、これプラスここです。3弦の3フレットだからこんな風に押さえるのがいいと思いますね。 F 押さえといてこうで、コード進行を見てもらうと F から F7 が多いんで、 F 押さえといてここで足す。これで結構初心者の人でも、いけるんじゃないかなと思ってちょっと考えついたアレンジでございます。 F7 というコード、シンプル簡単バージョンでも出てくるんですけど、ちょっと落ち着いて考えていただくと流れで持っていけるんで大丈夫だと思うよということで、かっこいいバージョンではここちょっとまたコードが変わってくるんですけど、これは後でまた解説していきましょう。さあ、それではここからかっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。かっこいいバージョンもどんどんコードがねちょっと追加されますよ。まずこれ G というコード、これはねこうやって押さえます。こことこことここを押さえます。はい、押さえる方は1個目ガズはねこうやって押さえる。人差し指が、3弦、中指が、1弦、薬指が2弦、こんな風にガズは押さえてます。もちろんこうでもいいですよ、こう3つ同時の手でこう、とにかくこことここがこうやって押さえられれば G から G7 っていう風に流れになるんで、この G っていう G から G7 とこの響きの違いちょっと味わってください。はい、続きましてこの F マイナー、これはねよく出てくる初心者さんも難しいコード。こことこことここです。これが教科書通りの押さえ方となってます。こんな押さえ方ですね。はい、これはい、これ薬指は浮かんでますからね。はい、なんですけどガズはですねこの4弦の1フレットを上からこう押さえちゃいます。これはねもう好みですね。親指で押さえたい方はこうグッと手首を上に、人差し指で押さえたい方はグッと下にという感じで、ちょっとねいろいろどっちが簡単かどっちにしても押さえづらいんでね、ちょっと試してみてください。あともう一個今日とっておきのこの B7、 これ一瞬出てくるんですよ。 B メロでね、押さえる場所こことこことここです。こんな風、これだけ押さえてみると大して難しくないんですけど、この曲で言うと Em7 から B7 です。その流れでやるとその難しさが分かります。 Em7 から出るからね、こう一回こうなんかバタッとで宇宙遊泳するような感じなんですよ。ここを使って滑らせるイメージとかいいと思いますよ。Em7 から B、一回こうブッと飛ぶから、ここでこうスライドさせる。はい。これがキーポイントです。B7。今日ここが P、キーポイントで B メロで、B メロ自体はちょっと難しいんでね。はい。このようなコードを追加してやっていこうと思います。じゃあリズムですね。今日出てくるリズムはこちらです。ドーン。8ビートなんですけど、シャッフルのリズムで、ルンルンビートと8ビートの、まあ、混ざったやつということです。かね、これはですね、だから参考になるのはやっぱ8ビートというリズムと、ルンルンビートというリズムだと思うんで、ちょっと一応この2つのリズム、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、8ビートとルンルンビート、濃厚解説レッスン動画すでにアップロードされてるんで見ていただきたいんですけど、今日はそれの合わせ技なんでね、ちょっとね、特殊なんですよ。ちょっとここでもやります。C を押さえて、どんな感じかやってみますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。
これ普通にかっこいいでしょ。でね、これシャッフルのリズムっていう跳ねたリズムなんですよ。普通のリズムってワン、ツー、スリー、フォーでしょ。シャッフルってタッタタッタタッタタッルンルン気分、このね跳ねてるリズムのシャッフルかっこいいんですね。これで8ビートをやるとこうなります。要は普通の8ビートってこうなんですよ。1、2、3、4、1、2、3、4、跳ねてるリズムでやると全然違うでしょ。同じ弾き方なのに。これがやりたい。このふんわりしたこのリズム、これをずっと最初から最後までこうキープしてねやりたいんですよ。でチャもないです。強弱だけです。でルンルンビートっていうか疾走ビートみたいにも言いますけど、アクセントドンダドンダンドンダドン、アクセントつける方がいい。ドンダンドンダンドンダドンダン、はい、この大きくするところを大きく、ちっちゃくするところはちっちゃく、大げさにやるとこんな感じです。で結構スピードもあった方がこの曲可愛らしさが出るんで、今イントロですけど F マイナー、こんな感じで体を揺らしてこのシャッフル感を、楽しい感じを体から出てくるのがいいです。これルンルンビートという動画の解説でも言ってますけど、体をルンルン、こう気分って、気分をルンルン気分にするとこのビートって出しやすいんでね、ルンルン気分でやるのがキーポイントになると思います。そしてですね、シンコペーション、このマークも出てきます。ちょっとイントロでいきなり出てくるんで、イントロからちょっと解説しましょうか。イントロいきます。ワン、ツー、スリー、フォー、うーん、レン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 、 F マイナーで、レン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 、次です、レン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 、はい、 F から G7 にレンレンレン、こんな感じ。チャも入れないんですけど、チャ入れた方がやりやすかったら全然入れていいですよ。でん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 、これでも全然 OK です。はい、このシンコペーションがたまに入ってくるのがまたちょっとこうなんていうのかな、緩急がつくというかですね、はい、キメが入るみたいな感じでいいんじゃないかなというふうに思ってアレンジしました。で今日一番難しいのはこの B メロですね。歌もそうですけど、コード、厄介なコードが連発します。ちょっとザーやって、きれいなレイをやってます。ワン、ツー、スリー、フォー、きれいなレイをあげましょう、踊り仲間の中に花の香りあげましょう、踊り上手なあなたに、はい、ここ B7 と G、この辺がパッと出てくると慣れないコードなんで手がね、リズムに追いつかないかもしれないから、まずゆっくりこのパート練習をしてからやった方がいいと思います。しかも、英語になるともうここほんと難しい。英語でちょっとやってみようか、同じとこ。ワン、ツー、スリー、フォー。The native of the night in there to dance. The day to dance to the beat in the drums. And now it's up to get through on your chest. So good dance by the melody of the song down. ここ早口なの、英語のこの言葉のタイミング、ここだけは難しいね。他のところはね、ちょっとね、練習するとできると思うんですけど、まあ、B メロが今日やっぱキーポイントになるかなというふうに思いますけど、まあ、全体的にはこのルンルンビートと8ビートで、このふんわりしたリズムで、こう、元気に、可愛らしくやるのがいいんじゃない？この歌詞の感じとかも素敵ですもんね、なんかね。この世界観、このワールドに入っていきたいです。もう、そんなイメージを持ってやるのがいいと思うんですね。これ日本語の歌詞もあるんで、この日本語の歌詞もこう読み解いて、なんかこの、ハワイの映像をこう頭に浮かべながら、やっぱこういうね、こういう曲こそこの映像化大事だと思います。さあ、それではやっていきましょう。月の夜はソフィスティケイレットフラガズレレ流かっこいい場所。やってみる
ガズレリルかっこいいバージョンをやってみました。いやーいいですね。やっぱりウクレレとハワイアンはもうなんといったって相性がいい。しかもこの跳ねたリズムとこの元気ウキウキな感じ、ちょっとこの曲はねじっくり取り組んでいただいて、まあもしね次ハワイに行く予定がある方、その時にはもう覚えてね、もうこう本当に夜空に向かって歌えるように練習していきましょう。はい、それでちょっとお知らせなんですけど、皆さんこの本ご存知でしょうか。ガズレシピという本が出ております。はい、ここにガズさんいますよ。はい、これガズレレが出してる楽譜の本なんですけど、こっちのね皆さんご存知のこのリッドミュージックさんから出してる本とは別のものなんですが、こっちはね、初心者さんの簡単バージョンの楽譜ということなんですけど、こっちはですねちょっとマニアックに、見てもらうと分かるんですけど、かっこいいバージョンの表記もあるんですよ、このガズのノートみたいに。はい、でこのこれはね、あの曲数もすごい入ってるんですよ。こんだけ曲数入っていまして、でね、これあの Amazon で、今販売できるようになってます。税抜き価格1500円です。だから、ちょっとごめんなさい、あのここにテロップ出しておきます。これぜひ Amazon でこのカタカナでガズレシピとこう検索してみてください。よろしくお願いします。さあ皆さん、お知らせです。今回ガズレレではこの度ガズピアノというね新しいチャンネルやってます。このガズレレのロジックをキーボードとか鍵盤とか電子ピアノに置き換えてやったらすごく簡単だったよということで、ぜひちょっと興味ある方ここにリンク貼っておくんで、ぜひガズピアノ見ていてください。でもいろんなことやってます。まあ、例えばグッズ、このキャップとか T シャツとかこうストラップとかこの水引きとかもありますし、こう本があるんですよ。今これ出てる本プラス最近この本もリリースになって、これもねもう全部合わせて累計ねもうね15万部ぐらいのあの皆さんにあのご購入いただいて本当にご活用していただいてるんで、まあこういう本とかもね書籍もいっぱいあります。あのガズレレで出してるこういう本とかアプリとかもあるんですよ。まあ詳しくはね公式ホームページガズレレ公式ホームページ見ていただくともう盛りだくさんなことやってますんで、ぜひとも皆さんフォローの方よろしくお願いいたします。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。